はい、アキアンツアーズ現役添乗員アキです。はい、隔離10日目となりましたが、まあ、今回はですね、隔離動画ではなくって切り抜き動画となります。前回出した動画がバンクーバーを出発してアナに乗って羽田空港に入国という動画を撮りましたけれども、もうあの前半戦のね、バンクーバーからの出発とかアナとかそういった情報はいらないよという方、もう入国のことだけ知りたいという方のために切り抜きにしました。ですので、もし入国動画だけを見たいという方はこちらの動画をご覧ください。これからですね、あの日本の観光をしばらくはメインに動画を作っていきたいと思いますので、よかったら皆さんチャンネル登録お願いします。それでは動画スタートです。はい、気になるところ、書類が気になると思うんですね。入国書類今配られました。全部で、税関書類を加えて5枚あります。で、最初はこの全体的な入国に関しての説明書き、これの、後ろに、格闘するものを書いてくださいというふうに書いてあります。で、2枚目も規定に基づく、質問等々の紙になります。でこれは多分カナダからということなので、カナダの、州ごとに分かれてます。州、自分の、出てきた州を丸すればいいだけのことだと思います。そしてあとは、誓約書ということで紙がありますので、こちらの方にここの欄に自分のいろいろインフォメーションを書いてちゃんとサインしなければいけなくなっています。はい、ということで、あの税関申告書以外のものは他4枚になります。そんなに大変じゃないです。ただ記入をするだけなので、皆さん大丈夫です。書くだけですね。書類全部書き終わりました。税関申告書の紙含めて全部で5枚なんですけれども、もう5分あれば書き終えてしまうぐらいの内容で、全部日本語で丸つけたりとか、あとはインフォメーションとしてはパスポート番号を書いたりとかというぐらいなので、あとは住所とかかな。そんなに難しくないので、めんどくさいなと思わなくても大丈夫です。そのあたりは安心して乗ってください。はい、流れなんですけれども、まず飛行機降ります。飛行機降りたらそのまま矢印に向かって歩いていきます。歩いていく行くと、最初が QR コードの確認ですね。この QR コードは、カナダのバンクーバーとかで取った QR コード、ワクチンうんぬんと話ではなくって、問診票っていうのがあって、それは全日空さん乗るときに全日空さんのところでもそこにアクセスできる QR コードがあると思います。そこにアクセスをして、どん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 こう記入をしていくような感じで、最後それが終わると、終わりましたよっていう QR コードを発行してくれます。それを必ずスクショを取って用意しておくと、非常にその後がまた早めに早めに前へ前へ進んでいくことができます。それをやっていないと、やっぱそこでやらなきゃいけないので、ちょっと時間がそこで取られちゃうのかなという感じですね。でその QR コード確認が終わってたら、そのまま前へ進んでいって、機内で書いた、書類等々の確認になります。で別に間違っていても、向こうのスタッフの方がここ書き、間違えてますよとか、ここ書いてないですよっていうふうに言ってくれます。でその場その場で、書き足したりとかできるので、そこは全然心配しなくて大丈夫です。でさらにそこで黄色い紙などもですね、足されて、書類がいくつかねプラスアルファされます。それはスタッフの方が用意してくれるので、それを一緒にして、持って前へ前へ進むという感じですね。で書類チェックはだいたい3箇所ぐらいあって、とにかくもう流れ作業になっているので、そこに入ってしまえば、あとはもうこうしてください、してくださいって言われますから、全然大丈夫です。で書類関係のチェックが終わった後、
今度は、PCR 検査になります。この PCR 検査は唾液の検査になりますが、口の中ぐちぐちやるんではなくて、自分で唾を溜めて吐いて容器の中に入れて、それを提出という形です。なのでそこまで行ったら、容器をもらってブースの方に行って、そこで自分で唾を吐くと。で、印ついているのでそこまで入れたら蓋をして係員さんに本日提出ということになります。で、いずれにせよですね、書類と渡されていく書類と、それからパスポートで、最初の方は搭乗券の確認もあるので、こういったものは、一緒にまとめて、ファイルなどにしておきましょう。で、他の YouTube さんも言ってましたけど、本当にね、ファイル一つあった方が楽です。全部結構書類がたくさん増えてくるので、それをプラスチックファイルに入れて、なくさずにこう持ちながら検査を、チェックなど受けていく感じですね。で、唾を吐き出した今度後ですね、容器が終わった後は今度は確認になります。で、アプリの確認は、SOS とそれから、カカオかなの2つをアプリに入れとかなきゃいけないですね。で、これがちゃんと設定されているのか。で、これも設定も係員の人たちが一緒にやってくれるので、もうとにかくそれをアプリを入れておいて、できることはやっておくだけで大丈夫です。アプリの設定の確認が終わったら、今度アプリの使い方とか、連絡がこういう風な形で来たらこういう風にしてくださいねっていう使い方のお話がされます。で、そのブースがあって、そして最後に QR コードと、それから自分が書いた連絡先等々がちゃんとマッチしているかどうかですね。で、その確認をして、デジタル関係はそこで終了です。そこから待機場の方に移動して、今自分の番号待ちです。で、自分の入ったですね、出したこう唾の検査、 PCR の検査の結果っていうのがこの番号ですね。ここにあるこの番号が掲示板に出てくるので、表示されるので、それが出てきたら進むような感じです。あ、出てきたので行きます。こんな感じで出てきます。私の番号が473です。陰性結果が出まして、今から入国審査の方に行きます。なんかね、こんな紙がもらえます。はい、とあとこれ持っていきます。はい、じゃあこれからですね、入国審査の方に行くんですけれども、さっき あのピンクの、表をもうすでに2回見せました。なので皆さん、なくさないようにちゃんとね、持っていてくださいね。この後入国審査をして、解放されるのかなと。この段階で今1時間半ちょっとぐらいですかね。もう全部入国審査も含めたらやっぱり2時間ぐらいかかると思います。いや、頑張ろう、あともう少しだ、頑張る。はい、解放されました。はい、スーツケース引き取るところに来ました。こんな感じで名前付きであります。 OK でございます。はい、日本上陸。はい、今回はですね、バンクーバー出発から日本入国までの動画をまとめてみました。しっかりと COVID 対策されている入国なので、安心して日本の方に来てください。では皆さん、今日も最後までご視聴ありがとうございます。これから日本の情報をお送りしていきます。じゃあね、バイバイ。